こんにちは、高森です。私事なんですけれども、メーカーに入社してですね、丸々4年ぐらいが経過してきました。で、まあ、若手と呼ばれるですね、入社1から3年目ぐらいを、まあ、経過して、大体メーカーで働くにあたって必要なスキルというかね、こういうのあったらいいんじゃないかなっていうものが分かってきました。今回はそのうちですね、特に若手に向けてですね、簡単なものを3点ぐらいピックアップしましたので、ちょっとそれを話そうかなという動画です。で、まあ1点目なんですけど、これは基本的なスキルになってくると思うんですけれども、機械系とか電気系のまあスキルですね。まあ最低限欲しいなっていうのは図面を読めるっていうもので、まあもうちょっと欲しいなっていうのが、まあ CAD とかね、CAE とかあると思うんですけれども、まあ設計系のね、ソフトを使えるっていう点ですね。で、設備系の部署に配属されるようになった場合は、まあ設備周りのね、PLC とか制御みたいなね、スキルとか、あと設備全体のね設計を考えられるスキルみたいなのがあると好ましいんですけれども、まあ、とりあえずね図面を読めることと、あと、まあ、自工具類ですね、ちょいジグみたいなものを作れる能力があると、まあ苦労しないかなと思いますね。で、まあ電気系のスキルもねあるとすごく好ましいというところはあるんですけれども、まあここはなくても自分の場合はですがごまかしながらやれているっていう感じですね。本当はね自分もね機械工学科出身なんでね、電気系の知識もある程度持ってますよねみたいな定理で行くのがまあいいと思うんですけれども、ちょっとここは僕の努力不足というところですね、間に合ってないっていう感じですね。まあそんなわけですね、メーカーなんでね結局、まあ、どういう系のメーカーに行くかっていうのもあると思うんですけれども、まあ、やっぱりね図面というか物を作るためのまあ素地となってくる、まあ、図面書ける能力、読める能力だとか、あとはね、まあ、CAD とかはあるといいかなっていう感じですね。あと機械系っていうところで派生していくと、工学系の分野の知識も結構あるといいのかなと思ってます。特に材料力学に関する知識ですね、まあ、ほぼマストかなと思います。まあ、やっぱりねメーカーとして何かしらの製品を出していくっていうところで、それがどれぐらいのね負荷がかかったら壊れるのかとか、強度どれぐらいなのっていうところを把握する必要があるんですね。まあ、そういうところでですね、まあ、物性値とか評価方法とかいろいろ知識があるとよくて、その中で材料力学の知識っていうのは間違いなくいけるという感じですね。で、まあ大枠2点目がですね、知的財産系のスキルかなと思ってます。特に若手の場合は、まあ知的財産とかね、そういう文章以外の場合は、まあ、特許に関する知識は一通り持っておくといいんじゃないかなと思います。これね、入社1年目ぐらいの時に、まあ、OJT とか全社の教育みたいな感じで、まあ、知的財産、特に特許に関する知識って詰め込まれると思うんですよね、多くの大企業の場合。ただやっぱ入社1年目の時って知的財産とはとか、特許え何みたいな感じになりがちで、私自身もそうだったんですよね。入社1年目の頃になんか出願がどうだとか権利化がどうだとか言われても、あんまりピンと来なくてですね、とにかく社会人の生活に慣れるっていうところに手一杯みたいなところはあって、まあ、知的財産周りのねことを意識した技術開発みたいなことはあんまり意識できてなかったっていうところが反省点としてあるんですけれども、まあ、ゆくゆくね上のポジションになっていくにあたって、知的財産系の事柄ですねを睨みながら事業戦略とかを立てたり技術開発の計画化をするのってすごく大事になってくるんですね。まあ、そういうわけでですね、知的財産系、特に特許に関する知識っていうのは、まあ、あって損は間違いないと言えるという感じですね。余談なんですけど、私も最近ですね、まあ、知的財産勉強しようというところで、まあ、一つ資格を取ったんですけれども、まあ、特に産業財産権ですね、知財とか商標、衣装とかあるんですけれども、その辺の理解がすごく深まったので、まあ、勉強してみるのも悪くないかなという感じです。で、最後に3点目なんですけれども、これは割と単純で文章の能力ですね、うまい文章を書く能力といいますか、構成する能力というのが非常に重要になっていますね。まあ、大企業、特にメーカーの場合ですと、何かしらね、自分のやった実験とかね、研究みたいなものをドキュメントに残していく必要っていうのがあるんですね。
そういう中で、まあ、うまい文章がっていうかね、他者再現性があるというか、客観性を担保できているというか、そういうね、科学の基本となるような文章構成能力があるっていうのは、まあ、好ましいというか、ほぼマストになってきて、で、これ上司によってもね、結構文章の好き好きってあって、この上司ならこういう文章通るけど、あの上司通らないみたいなのがあるんで、一概にこういう書き方がいいみたいなのってなかなか難しいところではあるんですけど、とはいえね、王道の書き方みたいなのがあるので、そこら辺を勉強しておくっていうのはいいのかなと思います。まあ理系のね、修士卒みたいな場合だと、まあ、学士のね、卒業論文と修士の修論研究発表というか論文書くと思うんで、まあ、基本的にねこの辺り大丈夫かなと思うんですけれども、会社とか部署によって独特のカルチャーがあるんでね、そこはちょっと見極めながら、どういう文章がいいのかなっていうのを捉えておくっていうのがいいと思いますね。まあ、王道とかで言うと、理科系の作文技術とかね、名著だなっていうところで私も勉強させてもらったりとか、あとはね、テクニカルライティングっていう概念が結構勉強になったなと思ってて、特に工業英検、今だと技術英検っていうのかな、英語の試験なんですけれども、特に英語だと主語述語とかね、主従関係が明確化されやすいというところで、考え方がね、勉強になったというところで、この辺のね、まあ、無難に日本語の勉強するでもいいですし、英語でね、ちょっと科学系の作文書くにはどうすればいいのかみたいなのがあるんで、そういうところを勉強しておくといいのかなと思ってます。はい、という感じですね。今回すごい簡単なんですけれども、3点ですね。メーカー入る上であったらいいよねというか、まあ損しないよねっていうスキル話してみました。1個はね、普通に専門的なスキルですね。機電系とか、まあ、材料系のスキル、知識あるといいよねっていうところ。で、2点目が知財ですね。知的財産を考えた研究活動とかね、製品開発ですごく大事になってきていて、自社の技術を確立するっていうところはもちろんなんですけれども、他社の動向とかもね、踏まえてやっていくっていうことが大事なんで、まあ、特許は大事ですっていう感じ。あと3点目はね、まあこれはどこの会社行ってもそうだろうっていうところなんですけれど、うまい文章を書くという能力ですね。やっぱり自分がいろいろね、頑張って努力して作り上げた成果でも他人に伝わらなかったりとか、もっと言うと顧客にね、伝達できなかったらあんまり意味がないっていうところもあるんで、最終的なゴールは何かっていうところを見据えた上で文章を書く能力を高めていくのがいいのかなっていう感じですね。はい。あと余談なんですけど、まあ働く上で愛嬌というかね、気に入られるというかね、うまくコミュニケーションをするみたいなのは、まあ、普通に必要っていう感じですね。孤立する道にこうどんどん突っ走っていくのはあんまり良くないのかなっていう感覚があってですね、やっぱり仕事って一人でするものではなくて、まあ、この仕事自分で一人でできるだろうっていうところではあっても、意外とね、他者に影響してたりとか他人の仕事に関わってたりっていうことが全然あるんで、そこは注意ですね。注意というか、まあ、愛嬌よく気持ちよく仕事していきたいっていうところはありますね。仕事っていうのは、まあ、他人にね、働きかけるものって定義できると思うんで、まあ、気持ちよく、仕事できる環境を整えるというかね、歩み寄る姿勢みたいなのが大事なんじゃないかなっていうのはちょっと思いますね。はい、今回は以上ですね。高森でした。